市では毎月11日を健康の日と定め、健康づくりに関する講座や啓発イベントを開催しています。6月の健康の日のテーマは意識して体を動かそうです。適度な活動や運動の健康増進効果として、メタボや心臓病、糖尿病、がんなど生活習慣病の予防が広く知られています。さらに運動だけでなく、家事や労働、通勤通学など日常の生活活動において意識して体を動かして身体活動全体を増やすことの重要性にも関心が高まっています。市では意識して体を動かそう、伸ばそう健康寿命をキャッチフレーズに伊勢市健康体操を作成しました。体操は基本立位編、基本座位編、ラテンバージョンがあります。ステップと体操、動的ストレッチをバランスよく組み合わせた構成で、体力や体調に合わせて気軽に取り入れていただける体操です。体操時間はおよそ3分間です。これまでに健康課では教室やイベント、地域の公民館などでたくさんの方々と体操を行ってきました。体操を体験された方からは、普段動かさない部分を動かして体が軽くなった、ダンスのような動きもあって楽しくできたなどの感想をいただいています。また体操を体験した後で地元の集まりでも自主的に体操を実施するなど、体操の輪が少しずつ広まっているところです。そしてこの度、伊勢市全体にさらに体操の輪を広めていくため、新しく伊勢市健康体操普及推進員が誕生しました。今後は高柳の夜店会場において体操を披露したり、体験コーナーを設置したりするほか、地域を中心に様々な形で体操を広める活動を行っていく予定です。たくさんの方々の参加をお待ちしています。健康寿命を伸ばすキーポイントは、運動だけでなく家事や労働、通勤通学などの生活活動を含めた身体活動全体を増やす点にあります。日常生活でいかに意識して体を動かすか、毎日の積み重ねが大切です。伊勢市健康体操を隙間時間に有効活用し、身体活動量を増やしましょう。意識して体を動かし、健康的な毎日を過ごしましょう。